藤谷蓮次郎です。私は今あるライブを見て、えー、まあ非常に楽しみにしてたライブを見た帰り道です。えー、終わったばっかりでですね、まだ1時間経ってないくらいなんですが、えー、途中で車を駐車場に停めてお話をさせていただいております。えー、今日はですね、 えー、2分いかないくらいで、えー、まず率直な感想、直後の感想ということでお話をさせていただいて、まだステージのあるライブなもんですから、セットリストと触れることが、あ触れることしちゃいけないと思いますので、大雑把なあ興奮状態の感想だけはしていただいて、改めてまたこういうところがという感想を言わせていただければと思います。えー、今日私が見てきたのは今2024年3月8日です。金曜日です。 えー、名古屋市公会堂というところで行われましたディアビートルズ2024、えー。ディアビートルズです。えー、ビートルズの来日に深く関わっていました CBC という、まあ、TBS 系の名古屋の放送局です。えー、こちらが主催というか、 共産なのかなまあ、とにかく CBC が、えー、プロモートしてらっしゃる、えー、6人のミュージシャンプラス、えー、サポートメンバーの方がお一人加わって7人の方で、えー、構成されてるライブです、えー。最初から最後までビートルズ1本、えー。その6人のミュージシャンの方々がそれぞれ、まあ、メインでボーカルを取る方々なので、えー、なかなかですね、誰が次メインで取って誰が えー、コーラスで行くんだろう誰が次ギターをメインでやるんだろうみたいなことを楽しみにしながら見てまして、えー、とっても、とっても、幸せな時間でした。えー、ライブとして一言で言うと、幸せな時間だった、楽しい時間だったということしか、今はもう興奮してて言えません。えー、名古屋市公会堂というところは、えー、まあ、 あ杉さんが言ってた、杉正道さんが言ってらっしゃったんですが、えー、まあ、ビートルズの映画、ハーデイズナイトの劇場のような感じがする空間で、 この劇場はそんな感じでとおっしゃって、あなるほどなと思ったんですが、かなりクラシカルな、えー、会場なんです。えー、そこでですね、えー、非常に落ち着いた雰囲気で、えー、幸せ感あふれるステージになりました。ディア・ビートルズ、えー。メンバーは杉正道さん、坂崎孝之介さん、えー、上田正俊さん、ディッキーさん、えー、清水仁さん、えー、伊豆田博之さん、 それからサポートメンバーとして小泉信彦さん以上のメンバーで行われました。これについてはまたとっても楽しいということしか今言えないし、この後3月10日にまた東京でも同じライブがあるということなんでそれが終わってから私なりに感想はまた言わせていただきたいと思います。すごく楽しかったです。それではそのメインのまた感想を言わせていただくときぜひともご覧いただければと思います。 ディアービートルズのメンバーの皆さんとっても楽しかったです。ありがとうございました。また来年もやってください。ほうか、ほうか、と思って見てました。それでは失礼します。